レンフェ103系電車は、スペインのレンフェが運行する高速列車アベニュー用の動力分散方式高速鉄道車両で、シーメンスがアイス3をベースに製造する高速鉄道車両のブランドベラロの初のシリーズである。シーメンスは2001年3月24日にリーフによる競争入札でマドリードバルセロナ高速鉄道専用の 高速鉄道用車両の半数に当たる32、編成の受注を獲得し、ドイツ鉄道の高速列車アイスで運用されているアイス3を使用変更した車両を提供することになった。アイス3からの変更点は、マドリード・バルセロナ間 651km2 時間30分運転を実現するために、アイス3の 8000kW から8800、 キロワットへの編成出力の増強や、軌道加速度の向上、冬場寒冷になる産地や、夏場に摂氏40度近くの高温になる気温など、スペイン特有の気候に合わせて、空調機能の強化などが図られている。また、ISO3 で採用されていた渦電流ブレーキは、信号システムに悪影響を及ぼすため装備されず、高速域からの減速は回生ブレーキが、採用されている。 従来、アイスさんは、ドイツに、本拠地を置く、鉄道車両メーカーや部品メーカーの共同製品で、あったが、それらのメーカーはシーメンスに対しては103系向けの、部品やライセンスを提供することを拒否した。そのため、シーメンスは欠落した、構成部分の再開発をする必要があり、結果として、納期遅延が発生し2100万ユーロを支払った。しかしながら、開発終了後に、 シーメンスは高速鉄道車両の確固たる技術を有することとなった。103系は時速 350km での走行が証明されている。2006年7月16日にマドリードサラゴサ間での試験走行で例例々後、編成が時速 403.7km を記録した。これはスペインの鉄道においては通常列車編成での 最高運転速度記録達成となった。2005年12月23日、リーフはさらに10編成の追加発注を行い、2010年時点では26編成が営業運転に使用されている。性能面では、同じビラーシリーズの CRH3 や試験走行中で時速3 6 0トルでの営業運転を目指すリーフなどとともに、 世界最速の高速鉄道車両でもある。日本の新幹線車両のように、動力分散方式を採用したため、従来アベニューで運用されてきた100系や2005年より、営業運転を開始した102系と比べると、編成両端の動力車がない分、客室スペースが確保可能で編成あたりの定員が20%程度増加し、低速時からの加速度や、途半能力、 エネルギー効率が良くなっている。編成中の電動車と付随車の比率は 4M4T で、電動車にはそれぞれ2つの動力台車を装備する。終電装置や特効圧引き通し線を別にすると、編成は実際には4両ごとに独立したユニットで構成され、それぞれ独立した電力系統である。編成定員は404名で3クラスに分かれている。 先頭車の運転席背後は、アイスさんや他のビラーシリーズ同様に、液晶ガラスのスクリーンで仕切られ全面展望が可能であるが、103系の場合はこの部分に座席ではなく会議室が設けられている。必要に応じて不透明にされる場合もある。103系の営業運転開始は2007年6月22日からで、暫定開業区間であったマドリード・タラゴナ間であった。 当初予定していた時速 350km 運転は運転保安装置である ETOX レベル2の準備が不可能だったことからスペイン当局は営業運転での最高速度を ETOX レベル1により時速 300km で許可している。コルドバ・マラガ間の高速新鮮開業により103、経営はマドリード・マラガ間にも投入されている。2008年2月20日に マドリード・バルセロナ高速鉄道線の最終区間が開業すると103系はマドリード・バルセロナの両都市ノンストップの最速列車に導入され2時間38分で結んでいる。ありがとうございます。